どうしたんだ。断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルダーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか、なら私が休みたい。それなら文句ないな。わかったよ。なあ、今更だけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ。わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとも言いたいのか。ティオハリム、それは言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたって分かるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれが。アルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。私は一人。ここは？気をつけろ、何かいる。こいつはすんなり通してくれそうにないな。足場に気をつけろ、落ちたら一巻の終わりだ。あんなのがいてよくティスビムの連中は通り抜けられたもんだな。たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒し
ズルドブリガンを終わらせた時か。そうだよな。切れたな。やっとか。膝が笑いだす寸前だぜ。見て、あそこ。あれがペレギオン、ボルラーンの都か。あそこにシオンがいるんだな。おそらくは。おそらく。可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか。ない。ない。ガナス・ハロスとは皆輪の城塞を指す。今さらそんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来、この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ、あのボルラーンの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると、遠さの問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに応えてやるまでだ。止まれ。ダナのアルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城デルワリスに向かえ。なるほど、我々は招かれている立場だったな。人影がないな。ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろう。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま街を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか。うまく言えないけど、この町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろ。ガラスハロスに栄えられ、ボルラーンに誉れられ、ガラスハロスに栄えられ、ボルラーン。
なんだ今の、ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか？それは確かに感じなかったけど、でもそれじゃあ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったの？城の方に向かったな。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ、少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。何、今度は何が始まったの？おい、あれ！今のは挑発だ。わざわざ我々、いやアルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々は犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろボルラン。お前のせいではない、アルフェン。断じて。ああ、分かってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため、俺は進む。行こう。これはやはりさっきの人々は。なんてことしやがれ。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。様子がおかしい。助けに来たぞ。もう大丈夫だ。
嘘。イバラが再生していく。このままでは。起きてしよう。起きてよ。一人。私は一人。違う。アルフェン。寂しがっているだけなんだ。目を閉じて、耳を塞いで。俺が触れるのを拒んだから。そうだろう。しよう。お前は一人じゃない。ローも、リンウェルもいる。キサラも、ティオハリムも、俺も。だから諦めるな。一緒にイバラを倒そう。シオン。休んでいる場合じゃないな。終わらせましょう。もう一度あなたに託すわ。行こう。決着をつけよう。ねえアルフェ。ん？ああ、どうした？私がいない間、何を？ずっと会いたかった、アルフェ。でも、そのせいで、あなたが。シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさ、この痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの？ひどいな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの？
なんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。